11放送で19の打ち合わせ中、ね、打ち合わせ中。大変です、はい、この人綺麗、ま、マキさんボーカル。はい、ポンタボックス。あ、久しぶりですね。はい、それとポンタボックスから先行きますか。そうですね、時間あのこれ一番近いのが、うん、結構今日ありますね、珍しく。3つ珍しく、いつもはしょってるんだ。だってバトルってもうあれ終わってる。今度のオンエアの時待ってないか。3月ですよ今度。違う、この11以降の収録の時に。分からん。これ出てくださいよ。大人気です、ね、終わっちゃう。まだ入ってますよ。何て書いてるかは読めない。恥かくだけや、やめときや。分からんですよ、これは。前天狗高原とかでほら。やれたでしょ。やれたらしいし。俺あれ、あれ30万もろたわけあれで。ほんなもう、なんかおもらいでしょ。天狗高原でしたっけ、国造山じゃなくて。天狗高原でね、あったんですよ、前イベントが。あれ歌ね。あれで、俺の現金。現金争奪。現金、30万やった。皆さんのイベントが砂遊び。ノンさんと、あの、二人は出てもらうということで。ごめんなさいね、こっちに話が飛んでます、すいません。全然見てください。はい、カメラもスマーツはザがつくんです。ザつきます。ザ一番つきます。え、ザザストリートジャム傷長いね。競馬の競争の方が10文字以内やき、あいらんがって。ストジャムって、ストジャムだけ。あ、かわいいですね。SKJ ですもんね。SKJ ですもんね。SKJ。どうかなんか買ったい、買ったい会社みたいなの、なんか。すごい、いっぱいついてるんですか、今日参画した3試合も。それはもう必死ですよ。すごい、すごい。こちらにも、サインをます。あ、カチューもついてるんですね。カチューについてもらいました。うさぎ屋さん、天下味。うわ、すごい、天下味。宮本屋、宮田屋じゃなくて。宮本屋です、ラーメン。知りません。さっき食べてきました。あ、そうです。鳥牛もついてる。そうなんですよ。あ、鳥牛の人たち世代です、あの兄ちゃんたち。あのね、もっと僕ら上。ああ、そうなんですね、うん、兄ちゃんと違う上焼き。そっか、その人らは多分ね42、3ぐらいじゃない。そう、ね、そうそう、僕らだって私があれの、あの掃除の縦割りの人たちですもん。小学校の縦割りやったでしょ。そう、1年の時の6年生とかやったからもっと先輩。大先輩。へえ、すごい。え、じゃあ今回はもうこのライブの告知を熱くやってください、はい、お願いします、はい、すごい。何か西岡澄子に入中、そんなこと言ったら殺されますか。あ、怒られますね。変装やばい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 。大御所なんで怒りませんけどね。よく言われるとかで言ってる。綺麗な。よし、じゃあ橋本さん、はい、結構ここささっと言ってもらっていいですね。はい。あれ。10日のことはね。10日のことは言っていただいて。あつこ。ポンタボックスもそっか言わないかな。ポンタボックスはあつこだ。はい。あ、そっか。あ、で結局曲何にします？夢ドリームで。夢ドリーム。夢ドリーム。夢。これ。ごめんなさい。これですか。ありますね。うちにありますね。あります。完璧に。一番売れた。あ、これ。夢ドリーム。へえ。もう30年ぐらい前の曲やけど。へえ。最近ハルカリやったっけ。あ、知らんか。はい。ハルカリがカバー。ハルカリが、うん、やった一回。ええー、そうなんですか。珍しい。珍しいってどういうこと。珍しい。普段打ち合わせもね全然しなくて。打ち合わせなしですからね。あ、そうなんや。普段は、うん、すごい緩い。ほぼ打ち合わせなし。じゃあちょっとやります。あ、じゃあ初めに2人で少しトークをさせてもらってイベント紹介した後橋本さんから振らせていただきますので、そこからご出演となります。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、テレビじゃない。 YouTube へアップするんで、ね、この模様を。はい、お願いします。はい、ははは、OK。アルペジオ楽器がお送りしているアルペの音楽的生活、毎月第2金曜日のこの時間は高知市駅前町にあるアルペジオ楽器からイベントや楽器の情報、そしてアルペジオ楽器が行っているレッスンのお知らせなど、あなたのミュージックライフをサポートする内容でお送りしています。
ではお話を伺いしましょう。アルペジオ楽器おしゃべり担当の橋本です。よろしくお願いしま す。今日ちょっとテンションが変わった感じですね。どうしてですか？春春もう3月ですよ、うん、桜まだ咲かないですか？どうでしょうね。相変わらずブダブダですね。収録っていうのがねバレちゃいますね。はい。今日もあの高知から、はい、収録で、はい、スタジオに来ていただいてますよ。はい、こんにちは。はい、では早速橋本さん、はい、アルペジオ楽器が関連しているイベントをご紹介いただけますか？はい、ですね、まずはですね3月19日、土曜日ですね、ポンタボックス EXがあります、村上ボンタ秀一さん率いるボンタボックスが、またまたあの高知に来ていただきます、はい、今回はですねボーカルに藤村真希さんと、ピアノに柴田さんを迎えて、ファンシーラボリングですね、18時半オープンの19時スタート、チケットはワンドリンク別で4000円になります。本格的なジャズを聴ける、ね、あのタイミングですので、はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います。はい、ポンタボックスです。ポンタさんのイベント前もね何回か行って、はい、また今年もやってくるということ で、ね、はい、今回はねあのボーカル藤村真希さんですか？そうなんですよ。すごい綺麗な方と一緒にされるんですね。ものすごい綺麗な人ですよ ね、この写真で見る限りは。いや多分実物も相当綺麗かと思いますが、楽しみにしておきましょう、うん、そこも含めて、はい、あのこの柴田さんもあのなかなかねあのアグレッシブなピアノを弾く方であのすごくかっこよかったんで楽しみにしていただきたいと思います。はい、続いてのイベントは、はい、キューフォニーですね、3月27日日曜日、高知市立自由民権会館記念館です、18時半、オープンの19時スタートです。チケットは、前売りが一般が1500円、学生が1000円になります。UFO とチューバーをの、アンサンブルの、コンサートです。なかなかあのこの取り合わせは最近頑張ってるんですけどね、あのなかなか聞けないやつなんで聞きに行ってもらいたいと思います。はい、どなたが出るんでしょう？高知 UFO チューバの会、小原先生ですねとか、すいません名前の方は控えさせていただいて。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、はい、その会のお話はしてもいいんですか？会の話、そっか、弟さんのか。そうなんですよ。そっか、じゃあそのなんとかの会はもう言わなくていいです？日本チューバの会、ホームページの方でチェックしていただければいいです。はい、じゃあもう一回振っていいですか？どなたたちのどなたたちが出るんですかね？ここで、はい、ここでホームページでいきますね。はい、はい、どなたたちが出るんでしょう？はい、高知県ユーフォニアム中和の会、出演者の方がですね、ホームページでチェックしていただきたいと思います。はい、地元で頑張ってる人たち、はい、頑張ってますね。はい、楽しみにしてください。はい、そしてイベント最後です。はい、4月10日バンド対抗10万円争奪ガチバトルワンデートーナメント、あと1ヶ月ですね。あと1ヶ月ですね。どうでしょう、申し込み具合は？どんどん申し込みがあるのですがまだ若干空きがあります。10万円現金で欲しい人たちはぜひ参加していただきたいと思います。当日の、特別審査員にはウルフル圭介さん、 MC には大黒さんと、はい、僕はそうでしたね。そうなんですよ、打ち合わせも何もまだしてないですよね。でもね、本当楽しみです。はい、ぜひぜひこれを聞いて10万円俺が取るという人は出ていただきたいと思います。これね、ワンデートーナメント、はい、プロの方でもアマの方でも構いません。プロカーです。はい、もうプロアマ問いませんので、そう、10万円よこせと、10万円取るぜという人はぜひぜひ参加していただきたいと思います。当然、当日盛り上げていきましょう。はい、はい、よこせってすごいですね。よこせ、よこせ、やる気のある方募集してます。まだまだね、はい、募集してますので、お願いします。詳しいことはすべてアルペジオ楽器までお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。はい、今月のゲストです。ノンさんとケンさん、高知の、重鎮ミュージシャンです。よろしくお願いします。重鎮っていう紹介良かったんですかね。あれちょっと重鎮で一瞬引きませんでした。いや全然わからんけど、はい、もう年齢を基準したことないき、うん、最近、まあ、年齢で言うたらもう随分重鎮やと思うよ。
じゃあまず自己紹介お願いします。